あ、すごい。本田懺悔の組み合わせは人生の無駄って思わせた。これストコーの名言ね。はい、じゃあ人生の無駄と言わせてしまったこの組み合わせ見ていきましょう。これ俺が言ったわけじゃないから。俺が言ったわけじゃありません。あくまでポーの話です。とある板橋の人がね。この形は多分ね、もっと張り手じゃない？あと、そう、ね、台形だと思うな。こう、張り手だな。あと、台形だな、やっぱ。はい。これ V スキルは1なんだけど、2の方が良くねえか。あー、これね、無理せずシフトとかもやった方がいいと思いますよ。まあ、あと V リバとか。相手の距離までなかなか行けないです。行かなくていいんです。この組み合わせ行かない方がいいんです。やっぱ、まあ、どっかで前に行くっていうのは大事なんですけど、基本的にこっちが前に行くことによって有利な状況を作ってるんですよ。あ、まあ、これはもう、まあ、一試合でいいです。もうわかりました。わかりました。基本的にやっぱ残機に攻めさせるが大事で、V スキル2の方がいいんじゃないかなっていう。やっぱこういうのでもうちょっと牽制を振ってった方が、今って自分で触りに行こうとして逆に残儀に引用にやられちゃう。しゃがみ100番とかこういう動きに対してどういう技が相性いいかを調べとくんですよ。で、こう残儀にとにかく前に来させない。前に来る行動に対して相性のいい技をやったりだとか、あとはこう、アーマーをとにかくやらせる。もう大攻撃を振りたくない理由の一つとしては、こういうのが嫌な理由の一つだと思うんですけど、ただこれやっぱ、その、アーマーをやるってことはまあこういうのが刺さるんで。なんで相手がアーマー振ったなって思ったらパターン技で返したりだとか、まああとは、こう、後ろ投げでスペース作ってまた、こう、じりじり。やって。こういうタッチ中盤とか牽制を振りつつ下がってみたいな。これね、もう基本的な残機対策です。で、大盤とかに対してうまく下がってリターンの取れる行動、差し返しとかができるといいです。はい、皆さんこんにちは。プロゲーマーのネモです。今日はですね、皆さんに報告があります。ついに、書籍、思い込む力が完成しました。概要欄の方にねありますので、皆さんはどうかチェックよろしくお願いいたします。またね、YouTube のチャンネル登録、また高評価もよろしくお願いします。